それでは再開させていただきます。司会を務めさせていただきます、大塚と申します。パネルディスカッションということでですね、まず最初に小林先生の方から先ほどの講演の中でお話になれなかった部分をお聞きしてですね、その後、大塚さんの方からですね、小林先生をお聞きになりたいことってあると思いますので、そのあたり聞いていっていただきたいと思います。でもしできましたら時間があればですね、会場の方からのご質問もお受けしたいと思っているんですが、ただ時間がちょっと限られておりますので、5時過ぎに終わらなきゃいけないものですから、全てのご質問にお答えすることはできないかもしれません。その場合はご容赦いただきたいと思います。それではまず小林先生の方からですね、先ほど、講演の中で語りきれなかった部分をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうも。先ほど時間配分を大幅に、ミスしまして申し訳ありませんでした。そこで触れられなかった部分をちょっといくつかかいつまんで追加させていただきます。技術的な問題に関して、やっぱりまとめますと、これまで、一言言うと安全神話が崩壊したということなんですけども、その中でもその代表的な安全神話というのは、要するに止める、冷やす、閉じ込めるという3つのことをやれば事故は防げるという、事故の防げると、そういう考え方でおったんですが、止めるはうまく成功したと言われていますけども、冷やす、閉じ込めるが完全に崩壊したと。で、特に閉じ込める中のもう一つの、安全神話である、50の壁に守られていているから絶対に放射能が外に漏れることはないとこれまで言われてきたのが、その50の壁がことごとくみんな、破られたわけですね。それでたやすく外へ大量に放射性物質が出て、海や、土地や空気を汚染したということになったわけです。でその中でも先ほど燃料が溶けたら途端に魔物に変わるという話をしましたけども、あの時は燃料の温度が高すぎて全てを溶かしてしまうという魔物として申しましたけども、もう一つはその、燃料ペレットという形でだいぶほとんどの放射性物質があの形を保っている限りは、だいぶの放射性が閉じ込められるんですね。放射性物質がペレットの中で閉じ込められる。ところが溶けることによってそこから全てが外へ出始めるわけですから、溶けるということはそういう放射性物質を死の灰を外へばらまくスタートになるという意味でも魔物に変身するわけです。でそういうことが今回の事故で行われたということであったと、現実になったということと、それから、対応の遅れのことを申しましたけども、一旦燃料棒が裸になったら見る見るうちにあっという間に炉心崩壊事故、炉心溶融事故、そしてメルトダウンの事故、という破局的な事態に陥るわけで、そうなったらもう手がつけられなくなります、後ずっと。で、それが、今回の事故ではですね、どちらかというともうかなり早く早期の段階で起こってるわけですね。だから1号機で一番最初にスタートした1号機では、2日目のもう夜中から早朝にかけて、もうこの事態が起こっちゃって、もうそこからあとはもう水素爆発まで惰性のように進んだという、そういう事態がおそらく、事故が今後解明されたら明らかになってくると思います。で2号路3号全く同じ、道筋をたどっていくわけですから、この裸にしちゃいけない、燃料を裸にしちゃいけないということは1号機の対応、2日間の対応ではっきり分かったにもかかわらず、2号機、3号機もその1号機に海水を入れたときに同時に2号機も 3号機も急いで海水を入れてですね、もうお釈迦にするつもりでやるべきだったんです。それを、財産の損失を惜しんで、引き延ばしたということが、もうより破滅的な事態に招いちゃったという、最大の人災であったわけです。それともう一つ必要で追加して説明したいのは、いわゆる想定外という問題ですね。で2つの想定外が大々的に言われて、だからしょうがないんだという形で、これは未曽有の天災なんだから、東京電力だけの責任じゃないと、国のつまり国民の税金でですね、
弁償させてしてくれっていう、まあ、東電はそういう姿勢で、国に要請したり何だりしていますけど、とんでもないということです。でまずその、一つ目の想定外というのは、津波の高さが想定外だったとこういうわけですね。福島、東電福島原発の津波の高さはどのぐらい想定したかというと、5.7 から 5.4 から 5.7、 最大で 5.7 メートル想定しているわけです。そこは実際に襲ってきた津波は14メートル超えてたわけだから約3倍近い。でこれはもう、まあ、あの東京電力にとっては想定外かもしれないけど、でも、これよりずっと前にですね、東北電力が女川原発に関連して調査した1990年の報告では、西暦869年に上岸津波というのを襲って、これは仙台平野の内陸数キロまで遡り、その数キロ先でも波の高さは3メートル超えてたという、まあ、記録、古文書の記録を見つけて報告書に書いてるわけですね。さらに1500年にも大津波が襲っているという、まあ、こう繰り返しがあった地点なんですよね、大津波のですね。でそういうことをですね、受けて、今回の事故の2年前の2009年に、これはあの耐震設計審査指針が新しくなったので、それに、まつわる、まあ、あの各原発の耐震性の見直しの、審査をやっている時期だったんですが、その時の、専門委員会の委員からですね、東京電力福島原発に関してはですね、この869年の上岸津波 とかそれから1500年の津波のことをですね、ちゃんと想定に入れなさいというふうにちゃんと言われてるんですよね。ところが東京電力はそれを蹴飛ばして無視して今日に来た。その挙句が、彼らが言う想定外という、まあ、あの津波を受けて、たわけですけども、これは決して想定外じゃないわけですよ。もうすでに、東北電力も指摘してるし、それから、耐震性見直しの国の、審議会でも、指摘してるし、それを無視しただけで勝手に彼らが恣意的に言った想定、それを超えたかもしれんけども、客観的には全然想定外じゃないわけです。このようなその東京電力のちょっと僕はびっくりしたんですけども、平気で国でさえも平気でこう無視するという、この企業って一体何なんだか。でもそれ先ほどその小沢さんが言われたような官僚と、電力会社と学者が一体となって、国策を進めるというその癒着の、おそらく最たる企業が東京電力であって、この東京電力の言うことは、まあいわば官僚も学者もですね、まあ、従うという、そういう力関係にひょっとしたらあるのかもしれません。おそらくそうでしょう。でこの辺がちょっと我が関西電力のに引き移してみますとですね、まあ、これはあの後でちょっと話そうと思ったんですけども、実は今回の事故に関して一番問題の一つはですね、情報が全く公開されないんです。で全て情報はどこから出てくるかというと、あの官邸の記者会見、それに続く保安院の記者会見、そして東電の記者会見、あの一連の続いたあの記者会見の場でしか物事がオープンにならないんですよね。でそこで質疑応答している記者といえば記者クラブの記者ですから、これはもう癒着した記者たちなんで、ろくな質疑応答がされない、何にも情報がそこから出てこない、つまり窓口一本化させて情報統制が徹底的に行われたというのが今回の事故の特徴で、例えば私がさっきあの唯一の命綱になったという、まあ、過酷事故対策のあの、空気抜きの話ですけど、あの設計がどうなっているかというのをですね、あの私のたちの仲間がですね、東電に公開を求めたんです。東電は秘密だから出せないって拒否したわけですね。ところがですね、彼が同じ関西の関連の原発に関してあのそのまあ沸騰水型と加圧水型がちょっと違うから、加圧水型の場合はどうなっているかというのを尋ねたら、ちゃんと公開資料にあるんですよね。だからこういうふうに見ると、その東電っていう存在がいかにね
あのひどい存在かというのが、まあ、僕なんか非常に実感してるし、そこから出た情報の秘匿体質というのは非常にまたかつ強固であるというのが、まあ、今回実感したわけです。ちょっと脱線しましたけど、想定外の話に戻りましてですね、津波の次にもう一つ言われている想定外が、最初の地震で、通常電源が停電しまして、で、すぐにあの非常用発電機が起動しまして、非常用電気が可能になったというわけですが、それが、津波によってですね、全部非常電源もダメになっちゃった、つまり一切の電気がなくなっちゃったと、そういう中で、作業員は、現場の作業員は真っ暗闇の中で、しかも、記録計とかメーターとか、これも基本的に電気で動くわけですから、それが電気がなければ全部死んだ状態なんですね。その中で炉がどうなってるかどうかをもう、視界不良の中での、まあ、想像で見当つけないといけないという困難な、まあ、対応を迫られているわけですけど、まあ、それはともかくして、その電源が全てなくなっちゃうという事態は、これは想定外だというわけですね。でもこれは違います。でそれは各地でたくさんの原発裁判が行われました。でその日本初の原発裁判である伊方1号の、四国電力伊方1号の裁判、私も直接関係したわけですけども、この時でも、電気がなくなったらどうするんだという話が議論になりまして、で非常電源があると、でこれもしかも非常発電機は1台であって、伊方の場合3台ぐらいあったと思うんですけども、東京電力の場合は一気につき1台2台ずつなんですね。まあ、いずれにしても複数あるから、1個は故障すれば、もう故障しても2機あるから、もう1つは生きるというんですよ。でも、この大きな地震とかで津波が来たときにね、2つあろうが3つあろうが、同じ場所に同じ構造物があれば、同時に故障するということは十分ありうるわけでしょ。むしろそちらの自然で1機でも生き残るなんてことを、前提にすること自身がおかしいわけですよ。でこういう指摘を僕らは、あれもそれは70年代初めですよね、伊方1号と。でその後各地で裁判を行われまして、最新のものでは天岡の裁判でもはっきりこれを言ってるわけですよね。同時にみんな共倒れするっていうことを前提しなければね、地震や津波の場合はね、意味ないと言って指摘してるわけです。でマダラメはその、マダラメっていうのは原子力安全委員長ですけど、そういうことは想定しする必要ない、しないとかいう、まあ、当時は安全委員長じゃなくて、何の職だったか忘れてましたけども、とにかく、電力会社側の証人として裁判に出てるわけですけど、その証言で言ってるわけですね、否定してるわけです。ところが現実にそれが起こったわけです。つまり普通の常識からしたら、まあ、原発に反対している人だけじゃなくて普通の常識から見たら共倒れになるのが当たり前、それが前提するのが常識なんだ。ところがその常識は推進側にとっては非常識なんですね。でその結果がこのざまなんでわけでして、これだって想定外なんてとんでもないというのはことが言えるだろうと思います。まあ、想定外の話は、想定してまたそのぐらいにして、あとは質疑応答や議論の中で、補充させていただきたいと思います。とりあえずここまで。ありがとうございます。続いて大沢さんの方から小林先生に聞いていっていただきたいと思うんですが、ただその前に大沢さん、もしかしてまだ、さっきの声の中で言い足りなかったこととかあったら話していただいたと思いますか。すいません、早口でじゃあ出しましたけども、ちょっと最後の部分だけ、ちょっとごめんなさい、最後にチラシを、珠洲の時のチラシをお見せします。これ93年の珠洲市長選挙の時に私たちが作ったチラシです。
語られた嘘ベスト5、反対派が町長になると年金や軍人恩給が支給されなくなるとかですね、反対派が町長になると国から補助金がなくなるっていうのは、そういう形でこう脅されていくわけですね。で、実はこのチラシをこう作って私たちにとって新聞織り込みっていうのは一番大きな力でした。ところがこのチラシは実は入る日の朝に止められて出なくなったんですね。で、まあ別に大した理由はないわけです。ですがなぜ止められたのかというと、実は次のチラシが推進派から出るわけです。語りたい本当ベスト8、革新系の町長になると国から補助金が少なくなる本当とかですね。つまり明らかにこう私たちが作ったチラシに対してそれを抑えて、それをこうひっくり返すようなこうチラシを出していく。この93年の珠洲市長選挙というのは最高裁判決でやり直しになった選挙なんですね。ともかく住民にとってはどっちがデマなのかわからないという、もう言うとるがもう両極端でわからないということになってですね、そういうデマ合戦というものが延々と繰り返されていきました。まあいっぱいあるんですけどね、こういうのは。今私福島の現状を見とってですね、あの時に経験した珠洲の街の中に起こったことが全国規模で起こってしまっているなというふうに思います。でそういう中で本当に何を選んでいるのかがわからない、そのことを思い出した時に、実はこのチラシが一番のデマでした。一番効果的なデマでした。信州大谷は州務総長細川信元さん語る、珠洲の若い住職が3人ほどで本山へ来て反原発のことを言っているということは聞いています。おそらくその一人は私なんでしょうけど、私は装飾にあるものに原発政治運動などを一切に関わってほしくない、その代わり教義を学び人々に教えを広めていくことなら死に物狂いでやってほしい。この言葉は橋本睦夫さん、倉清さん、米田牛蔵さんは参議会議員です。橋本さんとか倉さんは門徒会の方々です。お三方が本山へ足を運び細川さんより直接いただいたものです。つまり新務総長が語ったという形で、つまり原発の問題とかそういうことは課題にするなというようなチラシが全国に売り込みチラシされていったわけです。でその日の朝に叩き起こされてですね、これを否定しなければならないというふうに私は考えました。だから一方では本山に連絡を取って、これを否定するチラシを作れということも求めました。しかしまあそういうことで本山は動きませんけれども、ただそういうふうにして何が何でもこれを否定しろということを僕はやったんですけれども、でもダメなんですね。後からじゃんけんっていうのは後から出した方が勝つんですけども、こういうものは先に流した方が勝ちます。後から出すのは言い訳にしかやっぱり受け止められない。そういう中でですね、一生懸命僕はその後からじゃんけんのようにして後から出すことばっかり考えておった私に、立地地区の住職であった塚本誠さんがですね、私に指示したのはこういう言葉でした。そんなもの後から出したってダメだと、もうダメだよと、だからどうすればいいんですかと僕は尋ねたら、塚本さんがですね、鈴中を大谷派の衣で埋め尽くせという命令でした。何を言い出したんだろうなと思ったんです。まあつまり私たち大谷派の二俣さんを中心にしてやっていったの活動がですね、非常に大きなやっぱり力にはなった。だって新春門徒と新春門徒がやり合っとるわけですから。そして私たちがそうやって凱旋館に塗ったりチラシを配ったりしてこの格好でこうやっていくことを非常にですね嫌がっておったことは間違いありません。そういう中で塚本さんの指示は、鈴中を国営を着たチラシを持った僧侶で埋め尽くせということで、全国に助けてくださいということで、珠洲に来てくださいと、こういうチラシが出たんで、ともかく珠洲に押しかけてきてくださいというお願いをしました。実はその衣を着た者たちで埋め尽くせと言ったのはですね、つまりそのどちらが本当か分からなくなった時に、結局情報量やお金では推進側に負けていくわけです。だけれどもこの一枚のチラシをひっくり返すことができるのは、一人の僧侶が
自分自身の課題として原発を本当に抱えてきたんだということを、その姿に出会うしかないんだと塚本さんはおっしゃいました。まあ、それでここの中にもたくさん来ていただいた方がおられますけども、そういう、こう原発っていうのは必ずこう住民が分断されていく、それはまさに福島の人たちも今そうです。避難ということを語れば、この国が一致団結しなきゃならない時にお前は自分の息子をどうして新潟に逃がしとるんだというような、そんな声が出る。まるで昔の非国民というような形のことが出るわけです。でそういう状況の中で本当にどうしていいのかわからない人たちに、私たちができることは何かといえば、本当に原発のことを課題にし、ともかく本当に命の側に立とうという一人の人間に出会うということしか私はないのかなというふうに改めて思いました。で今回福島の子どもたちがその避難できずに、そういうことの中でお二人の姿を思い出します。それは国ということの命令を待つんではなく、自分のその意思によって住民を守ろうとした二人の村長、それは六ヶ所村の寺下力三郎さんです。それはここに彼の言葉も記してあります。寺下さんは戦時中、朝鮮窒素、先ほどの水俣の会社ですね、朝鮮窒素に勤めておる中で、日本の侵略というものがどういうものであるかということを目の当たりにしたときに、ここにおっては人間であることを失ってしまうと、寺下さんは朝鮮窒素をやめ、国内に帰ってまいりました。そしてその後、たまたま養蚕教師、つまり蚕を飼うですね、養蚕教師としてたまたま足尾鉱山のその近くで働くことになった時に、田中正造の姿を初めて見たそうです。国家というものが住民の命をこう公害という名のもとで奪っていった、その寺下さんの出会っていった自分自身の人生の歩みの中で培われた歴史観が、六ヶ所村に巨大開発が襲いかかってきた時に、彼は巨大開発とか国家というものが来ることによって発展するというイメージを持つかもしれないけれども、それは逆だと、利益だけが吸い上げられて、そして住民は開発貧乏に陥る、私は村民を守るためにその開発というものに対して反対を唱え、一人立ちはだかっていかれた。そこに彼のその人生観や歴史観を見ます。そして同時に、東海村 JCO の臨海事故の時にですね、初めて住民に対する非難が村長によって決行されました。村上村長は信州の推進、本当の推進でもあります。藤井学長、岩泉寺の寺の責任役員でもあります。その村上さんがですね、JCO の事故をまず報告された時にこう尋ねたそうです。ところで JCO の職員の人たちは一体今どこにおるのかね、とこう聞かれた時に、 JCO の職員がもうすでにグラウンドの一番端っこにもう逃げておりますが、とこう答えたそうです。その言葉を聞いて村上村長が言った言葉が、てめえら関東軍か、つまり村上村長は実は関東軍に捨てられた満州で生まれ育った方なんですね。その彼の持っていた歴史観が JCO とこうダブった瞬間に、また住民が置き去りにされていくということに彼は決意して、住民を初めて避難をさせることができたわけです。そういう意味では、そういう私たちがの中に一体どういう歴史との出会い、歴史観が作られてきたのか、そんなことをですね、改めて今回のこの福島のその避難させないという側にあるもの、そして同時にその避難を決意することができた側の歴史観、そういうものがこの国の姿として今回の事故の中で私には浮き彫りになったように思っております。すみません、以上です。ありがとうございます。
じゃあ続きまして、長田さんの方から小林さんに聞きたいことがありましたら。僕の方から一つ先生にお聞きしたいのは、先ほどもそのちょっとスライドの中で見せましたけれども、つまり原子力開発というものは本当に国家プロジェクトであり、信じられないようなこうお金が動いていく中で、その産官学の癒着の構造というのがこう生まれて如実に現れているものだと思うんです。そういう中で先生自身がですね、そのある意味では、講師止まりで終わっていかれたりですね、そのまま退官されていかれる、そしてテレビに出ておるその学者さんたちは教授や名誉教授という肩書きをつけながらテレビに出ておるわけですけども、本当そういう意味ではこの国の中で原子力工学をやってこられた人では本当に六人衆と言われておる、この原発のことをきちっとこう提起されてこられた、そこにあるその同じ学者であるが、その小林先生がなぜ今のような道を選んでいかれたのか、そこはどう人としても一つお聞きしたいなというふうに思います。まず一般的な、状況として、原子力学研究者、原子力開発者というのがどういう存在だかということを言いますとですね、学問の世界というのはいろんな分野があって、物理学があったり、理学系では物理学があったり、化学系があったり、それから工学系でも電気系があったり機械系があったりと、そういう分野があるわけですけども、その中で原子力分野っていうのが、これは60年代の初めぐらいからにから、全国の大学に出てできてきたわけですね。で、この、原子力分野っていうのは何のためにそういう専攻が出てきたかというと、中曽根の1954年の日本初の原子力予算、2億3500万、あれから始まって、スタートしたわけですけれども、要するに、これは国が国策として取り上げてプロジェクトの形で進めなければ存在しない学問なんですね。もちろん開発にそもそもお金がものすごくかかるわけですし、それから、人材も大量に必要です。ですから原子力を学問として見るという場合には、これは、国策と密接不可分です。でその背景には、先ほど長田さんも言われたように、日本が核武装する能力をですね、その基礎レベルから含めて、打ち立てていくということが少なくとも開発当初は明確にあったと私は今も考えております。でもちろん今もその国家意思っていうのはずっと脈々と生き続けていると思うんですが、そういうことも含めて、原子力というのが要するに国の、国策の学問として存在しているわけですね。ですから国が手を引いたらもう学問として存在しなくなるわけです。でそのテレビ等に登場する多くの学者諸士は、登場しない人も全部含めてですけども、基本的にだからこの国策の中で初めて、存在しうるものですから、やっぱりその国策そのものが揺らぐということは、決して望まない、それに抵抗する、そういう大きな集団であるわけです。でその中でじゃあ、数少ない半原発の、研究者がどうして誕生したかということなんですが、厳密に言うとですね、反原発で発言している研究者の中で本当の意味での原子力の専門、原子力を専攻して研究としても専攻していたというのは、実は極めてその中でもわずかなんですね。で私自身はと言いますと、1959年
60年安保の前の年ですが、京都大学の当時日本では唯一だった原子力専攻の、工学部原子核工学科というものに、入学して、そこから、スタートしたわけですけども、当時は日本に原発が全然一基も ない時代でした。ですから原発の実態そのものがはっきりしない。もちろん広島長崎の悲惨な経験例というのは、まああの報道のニュースとしては知っておりましたし、それにはあのもちろん反対であったわけですが、それとやはり、まだ見ぬ将来のエネルギー源としての原子力というのは、まあ、大きな幻想を抱いていたわけですね。で、まあ、まだ、そういうことで、まあ、原子力を専攻して少なくとも、60年代の、半ば以降までは、学生時代、それから就職した京都大学原子力実験所で、まあ、研究者の卵として、あるいはその初期の研究者として、まあ、生きてきたという経緯があります。だからその段階ではもちろん、原子力には、まあ、推進派であったり賛成派であったり、まあ、客観的には、ね、そういう存在でした。で、まあ、あのただその中でも、私が初めから持ってた疑問はですね、運転した後残る使用済み核燃料、つまり地の灰ですね、これどうするんだろうと、将来どうするんだろうと、これが、今後商業化された場合にどんどん増えていくということはもうその時からはっきり分かるわけですから、一体これどうするんだろうと。でそれをが決まらない段階でですね、発電だけ先行してことに対しては、まあ、 あの一抹のですね疑問を持ってます。で大きな転機になったのはやっぱり60年代後半から始まったあの全共闘運動という動きがやっぱり大きな天気を与えてくれたんです。まあ、あの全共闘運動っていうのはあのそれぞれの既成学問の意味を問うという、そういう性格を非常に強く持ったあの運動でして、これはあの当時日本全国、今長田さんの話にありました水俣病をはじめとしてですね、公害が非常にあの日本を公害問題が、覆った時代であったんです。でそれぞれの公害企業に関係ある学問分野の研究者にとって、それぞれの研究者の、ありようを問うという、鋭く問うという運動だったわけですね。でそれが私自身にとっては、原子力開発、つまり、当時から、設置の動きがあちこちで、登場しました原子力発電の問題であったわけです。で、この時ですね、原子力関係について見るともうすでに日本のいわゆる旧帝大にはどこにも原子核工学科とか原子力工学科とかいうのができてました。でそういったところはこの全共闘運動の中でですね、それぞれの、まあ、原子核共闘といいますかね、こういうものを立ち上げておりまして、やがて全国組織を作るという流れにもなってまして、実は今も細々とその組織が続いているわけですけども、まあ、学生含めてですね、あの運動に反原発の運動がそういう学生の問題から起こったということがあります。でこれがだから後の反原発運動の、まあ、あの一つの、なんて言いますか、まあ、あれに、まあ、運動組織というよりもどちらかというとそういう、まあ、乗船組織としてね、芽生えたということがあります。でこの中で私自身は直接に反原発に具体的に関わったというのは、実は70年代の前半に始まった伊香田1号の日本で初めての原子力の安全性を直接真正面から問うという裁判であったわけですね。で、これに、まああの誘われまして、その時に、受けたわけですけども、ただその受けた時にはですね、
私は必ずしも原子力にまだ全面的に否定的ではなかったわけですね。じゃあなぜ受けたのかと言いますと、私はどちらかというと、例えば関西電力なんかですと、立地を原発の作る立地を決めるのにですね、若狭湾のあるリアス海岸ですか、いっぱい湾があるんですけど、あれことごとく立地の候補に一旦なったそうですね。で片っ端からその、集落ごとに立地を、打診したという経緯があって、ほとんどが断ってるんですね、拒否してるんですね。でその中の数少ない、受けたところが敦賀半島のとか高浜とか大井とかそういうところにあるわけですけど、もちろんそこにも反対運動があったわけですけども、それを蹴飛ばして、誘致派が、優勢だったということになるようなわけですけども、そういう経過をたどってるわけですけども、これはあの地方の電力会社行くともっとかなりひどい形でこの立地問題が行われてるわけですね。で四国電力でいうともう、四国で最大の企業というのは四国電力ですし、それから、県庁が強大な権力を持ってて、その県庁の強大な行政権力と四国電力の強大なその資金力でもって徹底して騙しと脅しでもって、原発立地を獲得していくわけですね。でその陰には住民が関電の場合は住民が一致して反対したらみんな拒否されたわけですけども、伊方のそうでもところでも住民は一致して反対してるんですよね。ところが関電と違うのは、関電がいいとは言いませんけども、もうその強権とあれでもう強硬な立地推進をやったわけで、その陰で自殺者は出るし、悲惨な状況がいっぱい起こってたわけです。で私はそれに対して、むしろ怒ったというわけですね。それでその状況を聞いて、私の現職の知識はですね、ひどい目に遭っている住民の役に立てばという意味で実は参加した。ただその原発に具体的に参加しますとですね、裁判のためにいろんな準備をするわけで、その時には、あらゆる面で安全性を論争するわけですから、今日私が話したような被爆の危険とかですね、被爆になったらどういう被害が起こるのかということが深く議論されるわけですよね。で私はそちらの方の専門では本来なかったわけで、一方ではその準備段階での必ず会合が行われまして、その会合では私以外の別の専門の方がそういう被爆の生物の先生ですが、その被爆の影響について、説明してくる、で問題点をはっきりさせてくるということが行われました。で全共闘運動が通ったもう一つの大事な点というのは、俗な言葉で言うと専門バカという表現がありますけど、要するに研究者というのは自分がこれを専門とすると決めたらそこだけを狭く深くやるというそういう人種なんですね。でそれにとっては自分のところはよく知ってるけども、一歩ちょっと違った専門分野になったらよくわからない、そこには関心さえない。つまり現職にはいろんな分野の知識が必要なわけですけども、そのうちの一部だけ知ってて、それで、よく知ったような気になる、あるいは原発は安全だという気になるという、傾向があるわけですが、これは、同じ現職でも自分の専門外のところを全部きちんと、理解してですね、そして原子力を単に専門の狭い範囲じゃなくて全体として見れるような、状態になって初めて原子力の、問題点というか危険性の本質的なところが見えてくるわけです。だから私自身はそれで言えば、私自身は 原発の中で起こっている核分裂の連鎖反応の仕組みとかその条件とかそういうところが専門ですけれども、その、生物の先生に教わった被爆の影響っていうのは全く素人と同じして、そこで初めて今日お話したような、その被爆の
まつわるその生命に対する、真っ向からそれを敵対するようなそういう性質っていうのを初めて知るわけですね。でそういうことを通じてですね、まあ、もちろん一挙ではないんですが、それ、まあ、間端折りますと、結論的に言いますと、原発は人類はもとより生命と共存しえない存在だという認識を深くしてきまして、当初は、いずれ科学技術が進んだら安全性も向上する、そしたら、原発もあり得るかもしれないということをもう払拭しましてですね、もう根本的にこれには、これはもう原発は潰すしかないという認識に変わっていったといういきさつがあります。まあ、口で話すと割と簡単になるんですけど、まあ、結構私の中ではいろいろ葛藤があったつもりですけども、まあ、そういう流れから、まあ、今日の私が生まれたと。で、おそらく、あ、ただ、まあ、私の、元同僚、今は私は OB で、今あと2人現役ですが、今中さん、小出さんというお二人は、まあ、ちょうど私と10歳ぐらい違うわけで、まあ、彼らはまだ全共同世代ですから、つまり僕はもうすでに研究者としてスタートしているときに、そういう全共同の波を受けて、考えを変えていったわけですけども、小出さんや今川さんはもう初めから大学の時からそうでしたから、まあ言うならば京都大学臨床実験に入った時はもう初めから革新班というね、まあそういう違いはありますけど、いずれにしても非常に、まあ、貴重な仲間としてですね、助けていただいて今日まで来ているという流れがございます。ちょっと自分史を簡単に、自分史の一部を簡単に触れたところですけど、以上です。ありがとうございます。もう本当にね、皆さんもそう思ってられますでしょうが、毎日のように新聞や雑誌で小林先生 のコメントがを見かけない日がないというぐらい大変お忙しくされている先生ですけれども、私としても小林先生のこれまでの歩みというのを一度お聞きしたかったものですから、今日お聞きできて本当に嬉しかったです。早いものでですね、まだいっぱいお聞きしたいことってたくさんあるんですけれども、予定した時間を過ぎてしまいました。どうでしょうか、長田さん、他に何か聞けたいことはありますでしょうか。もう本当予定した時間過ぎてしまっているんですけれども、もしどなたか、どうしてもこれを聞きたいということがありましたら、お一方だけ質問をお聞きしようかと思いますが、いかがでしょうか。とても有効な有益な話で、私もその全共闘の世代で今64歳ですけど、小林先生に一つだけお尋ねしたいんですけど、湯川先生や友永先生は原子力開発についてはどういう考えでしたか、お知らせ願います。一応本を読んでみたんですけど、はっきりしたことは書いてないので、先生の知ってる範囲でもしご存知でしたら教えていただきたいと思います。荻野さんにその質問を聞かれたらとうとうとも述べられると思うんですが、まあ、ちょっと厳密に言いますと、湯川さん、友永さんっていうのは純粋物理の世界ですから、少なくとも私が現役の時後は直接原子力の応用というか、その発電の面でのね、関与はなさってなかった。ただということもあるのか、友永さん、湯川さんの原子力発電に関する考え方っていうのは、僕は実はちょっと聞いたことも読んだこともないんで申し訳ないですけど、ちょっと、正確というか答えられません。ただ中曽根首相がですね、中曽根元監視党の代議士が1954年に、2億3500万、当時のお金ですけれども、そういう予算を強引につけたというときに、まあ、湯川さんは原子力委員長になっていたわけですね。で、まあ、ただその時にはまだ、日本に原発が作られてない時だったんで、まあ、いわゆる理学部純粋物理の立場でも
の人ぐらいしかまず原子力を知ってる、の原子力の可能性といっていいかな、その可能性について見解を持てる人がいなかったと思う状況があったと思うんですね。で、ただ彼は、そういう政治主導的な原子力利用に関してはですね、かなり批判的だったというのは記憶ございます。ただし記憶といってもこれは報道等で知る範囲で限られますけども、で、そう長く現職委員長を務めてない時期にあの方は辞退辞められてますね、現職委員長で。それは彼の、まあ、抵抗の証かなというふうに思います。ただその時には今のような原子力の発電の世界というのはまだなかったわけですから、彼の真意というのがどこにあるかというのはもう少し、違うところにあったかもしれませんけども、ちょっと残念ながらその程度の知識しかございません。で、友永さんに関してはほとんど実は原発に関しては皆無、私の知識は皆無なんで申し訳ないですけども、もし お知りになりたかったらですね、おそらく荻野光也さん、私と同じ年に退職した京都大学原子核工学科の、先生をさ、あの時は確か私と同じ講師だったと思いますけれども、今は宇治に住んでおりますけれども、場合によってはご連絡先もお教えしますので聞いていただければというふうに思います。申し訳ありません。ありがとうございます。ご質問いただいた方もありがとうございました。本当に皆さんお聞きになりたいこともまだたくさんあるだろうと思うんですが、残念ながら時間が来てしまいましたので、ここでは終わりにさせていただきたいと思います。